パウロ・エンリケこと、パウロ・エンリケ・カルネーロ・フィーリオは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。アトレチコ・ミネイロで、トップチームに、昇格。2007年6月10日のカンピオナーと、ブラジレーロ・セリエーのサンパウロ FC 戦で、初出場、アウェーでの試合であったが1から0の勝利となった。2007年8月21日、2年。 延長オプション付きの3年契約で得るディビジの SC ・ヘーレン・フェーン2移籍。12月15日に行われたナック・ブレダ戦で、初出場ながら2得点を挙げ、アウェーでの5から1の解消に貢献した。2009年2月に PSV、アイント方ンから2得点を挙げ、3から2での勝利に大きく貢献した。契約更新に際して対立したため、延長オプションも行使されず、 2010年3月末をもって退団。その直後、一時的にデスポルチーボブラジルに移籍、そこから代理人を通じてトラフィックグループと第三者所有契約を4年契約で締結した。そして、カンピオナートブラジレーロセリエへの SE、パルメイラスに2011年12月31日までの仮契約でレンタル移籍したものの、2010年8月に、 ベルギーの KVC ウェステルローにレンタル遺跡が決まり、ヨーロッパに復帰した。2011年7月には400万ユーロの遺跡金で、トルコのトラブゾンスポールに完全移籍。年90万ユーロほどの4年契約を締結した。2014年7月2日には400万ユーロの遺跡金で、中国サッカースーパーリーグの上海緑地、新加速球クラブに移籍。 2015年7月16日には同じく、スーパーリーグに所属する、両年広し運族級クラブに、同年12月31日までの契約で、レンタル移籍。その後、上海緑地進化を退団、無所属となっていたが、2017年7月21日に、トルコのアクヒサルベレリエスポールに移籍した。ありがとうございます。